金管の子の場合、音階練習ですね、ローベイっていうのが必ずしも吹きやすいとは限らないんですよ。結構低めの音なので、ローベイ出すのにすごい苦労してる金管の子がもし言ったら、チューニングベイからでいいよって、例えば言ってあげて、タンタンタンで下の音がスルルルってやるとか、1年生2年生ぐらいだったら、うまくいかない低音をあんまり吹かせるよりかは、ちゃんと吹ける中音域でやった方がアンブシャのバランスが乱れずにします。低音域にだいたい金管器の落とし穴が隠れてるので、あんまり低音域ばっかり吹かせないようにする方が金管器伸びていきます。もちろん過剰に高音域やるとフレスに頼りすぎちゃってバランス崩しちゃうけど、ちょっと見逃されがちな、低音だから低いから基礎だみたいなイメージなんですけど、建物だったら低いところにあるのが基礎なんですが、音って振動数の多い少ないだから低い音が低いところにあるわけじゃないんですね。だから建物的な意味の基礎土台じゃないんですよ、低音は。むしろもうちょっと上の第8倍音とか第6倍音ぐらい、トランペットだったらチューニングベイの上のチェーとか1個上の音ぐらいが真ん中、とりあえず最初吹く音ぐらいにしておいた方が全体としてはバランスが良くなります。ちょっと豆知識でした。